はい、こんにちは。今回なんですけれども、ピクミンブルームのね、今イベント中、花札イベントということでね、早速やっていってるんだけれども、おー珍しいなこれ。ん？あ、違うか、あれかレアな方のキノコか。お、待って、これちゃんとヒアシンスが今回ちゃんと弾けたね。よしよしよし、これでだいぶ楽になるぞ。はい、現在僕のイベント進捗的には、まあ今までと同じぐらいのペースかな。2-3か、2-3に差し掛かってる感じですね。で、この2-2が結構鬼門だったんですよ。早速ヒヤシンスを植えるというお題があったんですけれども、そのお題をねちょっとクリアするのが、なかなかね大変だから、やっぱね序盤は不思議なキノコに入らないで、レアなキノコだったり大きなキノコに入ることを意識して、まずはエキス集めをやってました。じゃあこれ早速ちょっと受け取っていくか、これらのエキスを。結構今回溜まったんじゃない？あ、すごい。白がちょっと少ないけれども、白以外はだいぶ溜まりましたね。赤が234、結構あるね。これだけあれば、大丈夫かな、しばらくは。1周目、4-4まではいけるかなと思います。ただ、白のもう補充をもうちょっとやりたいかな、なるべく、そうですね、グレーのキノコとか探してたら見つけてね、入っていきたいな。で、本当はですね、今回ね、花札イベントの続きやっていきたいんだけれども、先にねちょっとこっちをね締めさせてください。これ前回の旧正月の飾りイベントのデコピクミンで、ね、まだめくってないんですよ。だからこのね図鑑をねちょっと今回埋めていこうと思います。はい、それでは早速引っこ抜いていきます。でね、花札イベントなんだけれどもね、僕の動画にしたらね珍しくね、ネガティブなコメントしかねつかなかったっていうね、なかなかないんですけれども、でもそりゃそうか。ちょっとね、花札イベントに関するコメントがね、本当にちょっとびっくりするぐらいね、またかいみたいなコメントばっかでね、僕も衝撃を受けましたね。はい、金飾り岩ピクミン埋まりました。これあと紫だけですね、金は。で、青は前回の復刻だから持ってるんとして、で、やっぱね一番多いのはまたこれかいっていうのと、花札の絵柄はそんなに集めたくないっていうね、意見とかがやっぱ多かったですかね。実際見ていくか、コメント欄ちょっとさらっと、イベントのお知らせ動画です。はい、見ていくんだけれども、いやー、ピクミンは可愛いけどいくらなんでもイベントがワンパターンすぎる。そうなんですよ、このね形式、イベントチャレンジ形式はもう1年近く続いてますね。だからそろそろね新しい展開が欲しいと考えてる、ユーザーが多い感じですかね。花札みたいにただ何かを持ってるデコピクミンよりも完全にコスプレした方が趣、花があって好きなんだよね。あー、確かにね。3月7日公園のデコピクミンみたいに桜など花、春の花をまとってほしいなということで、なるほどね。確かにそれはありますね。それこそアイスクリームデコピクミンとか、旧正月の飾りもまだいいか。でもやっぱりそう、もらえるピクミンが違うだけで、何連続何ヶ月連続同じイベントやるんだろう。新規だけってのはありがたいけど、前回の花札が被りまくってコンプできなかったからコンプのモチベが下がった。今回のイベントは本当に好きな人だけがコンプを目指すような感じだから、正直そのライトユーザー、無課金とかで遊んでる方がコンプを目指していくような、一から狙っていくような、そういったイベントではない感じがしますよね。本当にある意味、ガチ勢じゃない方だったら、そのお休み期間だと考えればいいんじゃないですかね。花札だからそんな気合い入れてやらなくていいやって、サボれるわみたいな感じで、そうだからおかわりチケットとかも温存しといてね。そんな感じでいいと思うけれども、本気でやってない方だったら、もう今回のイベント期間は夏休みと考えるのが、夏休み春休みと考えるのが良いんじゃないかな。そうなんですよ、ヒヤシンスエキス集めがなかなかねやっぱ大変で、ステージ 2-2 でいきなりヒヤシンス求められるのと、あとアネモネを結局ねイベントで使うじゃないですか。アネモネがそもそも4種あって、ヒヤシンスも4種あるから、8種類の季節の花使うんだよね。その段階で今回のイベントチャレンジはもう相当難しいですよ。で、僕の場合だったら今回プレミアムパスを買ってるから、最初ね、ヒヤシンスのエキスもらえたからいいんだけれども、プレミアムパスを買ってなかったらステージ 2-2 ですね、ステージ 2-2 で止まってしまう方が結構いるんじゃないかな。そう、キノコストップならぬヒヤシンスストップみたいな感じになってしまって、
まあ、そんな感じでイベントがね、今まで以上に進行が難しくなってるのはまあ事実です。はい、お次の苗をね引っこ抜きます。白羽って今回のイベントというかこのイベントチャレンジに対するその感想ね、僕はどんな風に思ってるのかって話なんですけれどもね、これね意外とね他のね、今のね動画に書かれていたようなコメントにない意見というものをね持ってまして、あの動画見た感じでもその意見なかったんだけれども、あのイベントチャレンジでね僕もね不満に思ってることがねあって、一個ねすごく強調して言いたいことがあるんだけれども、あのキノコなんですよ。まあキノコに関するね不満なんて今に始まったことじゃないって思うかもしれないんですけれども、僕がねキノコに対して不満に感じていること、イベントチャレンジの不思議なキノコに対して不満に感じていることはこの星音ボーダーですね。これがね異常に高すぎることがねちょっと気になってるというかね不満に思ってるんですよね。これなんでかというと、なんて言うんだろう、星さんでもね正直報酬は美味しい、十分星さん取れるんだったら大きなねフルーツが1個もらえるから報酬としてはもう十分なんだけれども、あ星音じゃないんだっていうね、なんて言うんだろう、そこでちょっともやっとするんですよ。星さんでいいエキスがもらえてるからそれでよしってならないんですよね。星音にならなかったっていう気持ちの方が勝ってしまって、仮にね星さん報酬でいいエキスがもらえたとしてもね、なんかちょっともやっとするんですよ。これがね気になっててね、だから個人的には星4のボーダーをねもっと下げて、その星4のボーダーを下げてくれた上で、報酬内容星3と相当同じぐらいでいいから、いやそんな風にその気持ちよくね遊ばせてほしいんですよね。なんて言うんだろう、星4を取れて、ちょっとした承認欲求が満たされたみたいなのがやっぱあると思うんですよ。それがね今回のイベントというか、前回からそうなんですけれども、満たせないですよね。星さんをそもそも取ることが難しい。星4なんて本当に前回のイベントで言ったら長野のリアルイベントで一度だけね見ただけで、ほとんどね星2とか星3、良ければ星3ぐらいかなって感じで、キノコがねあまりにも難しすぎる、ボーダーを高すぎる設定にしたせいでね、若干そのなんて言うんだろう、ピクミンのそのキノコに対するねその不満というのが、あの他のユーザーに向けられてるパターンがあるんですよ。例えば自分はこんなに強いのに、なんて言うんだろう、自分以外の方がそのあんまり強くないせいで星4が取れなかったみたいなことを、そのキノコに対する不満をユーザーにぶつけてる方がいて、あのそれはね違うんですよね。悪いのはこんなにね高いボーダー設定をしたね運営の方にあります。だからねこのキノコの星音が取れない問題に関しては他のユーザーにその八つ当たりとかするんじゃなくて、運営にね直接問い合わせとかね文句を言う方がね僕はいいんじゃないかなと思ってますね。星音が取れないことで他のユーザーというかピクミンブルーもやってるユーザーにヘイトが向くような状況にも若干なってるから、それはね正直由々しき事態だなと思ってます。そんなギクシャクさせるようなゲームにするぐらいだったらここのボーダーもっとね下げるべきだなと僕は感じてますね。はい、こちらのピンクはね前回のイベントの確定ないだから赤に関しては揃ってます。で紫もね順番的にこれ金の飾りのあれかなと思ってたんで分かりますね。はい、こちらで赤の方は埋まりました。よし、 OK。 この動画は結局前回撮んなかったかんね。でこれは金の方です。紫は未生児だったはずなんで、これでコンプ、ほい、よし、なんとか終わりましたね。よしよしよし、これでね前回の旧正月飾りイベントようやく締めることができました。まだねこんだけ金の苗残ってまいます。旧正月の飾りのデコピクミンの苗残ってるんだけれども、こちらをね取っといておきます。ピクミンを引っこ抜こうのお題が出てきた時にセットして、そのお題をね即終わらせる時のため用だけに苗をね取っておいてます。だからそのお題が来るまでは保存ですかね。はい、ってなわけでね今回はそのイベントチャレンジとか、その最近のイベントに関する不満点、皆さんから紹介されていたものをねちょっとまとめてみたんだけれども、そう、僕個人的に感じているのはキノコの星音ボーダーがなぜか高すぎる点です。これは本当に僕個人の意見だから、
まあ、みんなが同調するかどうかは置いといて、僕はねそういう風に、まあ、感じてますね。なんとかなんないかな。うん、まあ、ギクシャクする要因にもなりますからね、星4ボーダーが高いだけで。だからね、それもね、うん、なんか分かってほしいですね。まあ、ユーザー間ではそうなってるよってことをね、今回伝えさせていただきました。参考になりましたら幸いです。ということで、今回この辺で以上とさせていただこうかなと思います。ありがとうございました。今日のギフトのコーナー、やってきました。やってきたっていうか、もう今更かいって話なんですけれども、バレンタインイベント期間、もう終わってしまったんで、こちらのね、いただいたギフトすべて開けさせていただこうかなと思います。いや、今回のね、たくさんのギフト、ありがとうございました。さあ、早速、参りましょうか。このギフトのコーナー、なるべくその1本の動画で撮り終えたいから、まとめてね、うん、開けさせていただくことが多いんで、まあ、送っていただいたとしても、かなり後の方、開封後の方になる場合がございます。ご了承くださいませ。早速参ります。ピカモグミンさん、いつもありがとうございます。コメントも、ギフトもいつもありがとうございます。あのピクミンを持ってきてくれました。はい。おぉ。梅、まだ梅が手に入るんですね、これ。僕多分ね、梅の量日本一持ってると思うわ。この購買ですね、3000本ぐらいあるから、ここからさらにどんどんプラスしていくと思うとね、胸厚ですね。いや、ありがとうございます。3184本です、今現在で。さあ、ここからね、どんだけ増えていくのか今回見ていきましょう。お次いきます。ブルースピーカーさん、ありがとうございます。バレンタインギフト、このね、スペシャルエキスがね、本当にありがたい。今ね、ちょっと神社のね、動画をね、ちょっと撮りたいなと思ってて、まあ、神社のデコピクミ一気に開封する系の動画を撮る予定で、それでね、スペシャルエキスをね、ちょっとね、がっつり使ってるんだけれども、皆さんのおかげでね、その使っても補充されるみたいな感じになってるからね、全然大丈夫です。ブルースピーカーさん、ありがとうございます。お次いきましょう。アメニャンさん、いつもありがとうございます。アメニャンさんもギフト、なんか解禁賞って感じがする。毎回送ってくれたって、本当にありがとうございます。助かってます。はい。オーバイ100。スペシャルエキス3つ。てか、おかわりチケットが本当にありがたいですね。こちらもね、いただけるのは本当に助かります。ありがとうございます。はい。お次はもぐささんですね。くつっきりもぐささんもいつもありがとうございます。ツイッターの方でもね、いつも情報ありがとうございます。受け取らせていただきます。で、お次は、ボコさん、ありがとうございます。ああ、間違えた、え、待って、ああ、間違えた、アメちゃんマンのギフトを先に開いてしまいました。てか、あれ、これバレンタインギフトなんですけど、もらっちゃっていいんですか。ああ、でもいただけるものはね、いただいておきます。ありがとうございます。バレンタインギフト、ちょっと男性からでもね、全然僕はいただいちゃいます。ありがとうございます。岩ピクミンが持ってきてくれたのは、おかわりチケットとスペシャルエキスと梅です。じゃあ、今度こそボコさんのギフト開けるかな。はい、ん、はい。あー、ラーメンピクミンがやってきましたね。ラーメンの羽ピクミン。アバターも羽ピクミンだから、羽ピクミンがね、やっぱお好きということでね。ありがとうございます。スペシャルエキス、おかわりチケットありがとうございます。最後、はるかさんですね。はるかさん、ありがとうございます。いやー、あ、でもこの手袋のデコ、今年来なかったよね、結局。なんか今回ね、もっと、7種いたっけ、これ、そもそも。あれ、7種いなかった気がする。ん、いたっけ、あれ、覚えてないわ。なんか、このイベントも来るのかなと思ってたんですけど、結局来ずに終わりそうですよね。いや、ありがとうございます。はるかさん、ギフトいただきます。はい、それではね、梅の量いくついったかな。うわ、3534だって、これ。やばいね。いや、めちゃくちゃ増えましたね。これ、多分、梅日本一持ってるわ、僕。今後もね、梅マスターをね、名乗っていけたらなと思います。てなわけで、今回はね、この辺で以上とさせていただこうかなと思います。最後まで見てくださったあなたが大好きです。ということで、ありがとうございました。それでは、ギフトを送ってくださった皆さんも本当にありがとうございます。使わせていただきます。